横井俊之3月11日から1969年12月23日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。愛知県出身。陸軍軍医官、横井俊蔵の三男として生まれる。愛知一中を経て、1918年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年8月、海軍省尉任官。 1922年12月、霞ヶ浦海軍航空隊航空術学生を卒業。1924年12月、霞ヶ浦航空隊分隊長となり、横須賀海軍航空隊付、過去、能登漁の核乗組などを経て、1930年11月、海軍大学校を卒業した。以後、第二艦隊参謀、横須賀航空隊教官。 同飛行隊長、連合艦隊参謀などを歴任し、1935年11月、海軍航空本部教育部員に就任。第3艦隊参謀、シナ方面艦隊参謀、第1航空船隊参謀、横須賀航空隊飛行長、海大教官、第14航空隊司令などを歴任し、1940年11月、海軍大佐に進級。 太平洋戦争を、横浜海軍航空隊司令として迎えた。その後、横須賀航空隊副長、費用艦長、呉沈樹二付、第25航空船隊司令官、第5航空艦隊参謀長などを経て、1945年5月、海軍少将に進級。同年10月、予備役に編入された。ありがとうございます。